皆さんこんばんは。本日はアメリカーノを作りたいと思います。このカクテルはイタリア語でアメリカ人たちのという意味の名で、イタリアのリキュールカンパリとスイートベルモット新座のを炭酸で満たして作ります。カンパリのビターオレンジの果皮の苦味とスイートベルモットによるワインの香り、それを炭酸で割ることにより苦味とワインの風味、そしてすっきりした味わいとなります。それでは作っていきましょう。まずはカンパリを30ミリ入れます。で、スイートベルモットを新座のを30ミリ入れます。そして軽くステアします。次に炭酸を適量入れます。そして下から上に1回ステアします。レモンピールを振りかけます。お待たせしました。アメリカーノです。